本日の勉強会なんですけれども、特に芸能活動、タレント活動とかアーティスト活動、芸人さんなどですね、そういった活動をしているクリエイターだったりとか、事務所の皆様向けに、ノートの基本的な使い方や、どんな活用ができるかといった事例をですね、中心にお伝えしていきたいと思っております。で、本日こちらの勉強会をお届けするのが、私、ノートのディレクターをしている志村結衣と申します。よろしくお願いします。同じくディレクターをしております小島と申します。よろしくお願いいたします。本日はこの志村小島の2名でお届けしてまいります。よろしくお願いします。はい、では本日の勉強会の流れなんですけれども、このような感じでですね、だいたい5つの項目に分けてお伝えできればと思います。で、最後に質疑応答の時間をとっておりまして、本日ツイッターライブでご覧いただいている方は、ハッシュタグノート勉強会で質問とか感想をどんどんお寄せいただければと思います。また、ズームを使って配信もしておりまして、そちらでご参加いただいている方は、Q&A 機能を使ってですね、ぜひご質問いただければと思います。最後の質疑応答の時間にできる限りお答えしてまいります。はい、では早速本題に入っていきます。まず、ノートについてですね、ノートってどんな場所かというところをお話しできればと思います。はい、ノート、簡単に言うと、クリエイターが文章や漫画、写真、音声を投稿でき、読者はそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームというふうにお伝えしています。ノートって結構記事をベースにしたコンテンツがメインの場所なんじゃないかなって思ってらっしゃる方も多いのではないかなと思うんですけれども、そうではなくてですね、漫画だったりとか写真とか、いろんな創作物を投稿できる場所になっております。で、我々はノートのことを街に例えることが多いんですけれども、ノートはクリエイターが集う街だというふうに考えています。例えば、東京という街には新宿とか渋谷とか浅草とか、全然色が違う街がたくさんありますけれども、そういう感じにですね、ノートの中にも大きな街の中に、いろんな興味関心を持ったさまざまなクリエイターが生活をしているというようなイメージです。あと、漫画とかエッセイとか写真、動画に興味がある人もいれば、ビジネスについて発信している人もいる、アスリートの方も使っている、本当に多種多様なジャンルのクリエイターさんにお使いいただいているプラットフォームです。はい、あと、これよくすごい聞かれることなんですけれども、なんかノートって他の SNS と何が違うのとか、なんかツイッターもインスタもやってるけど、ノートとどう使い分ければいいのみたいなことをよく聞かれるんですけれども、そういう時はですね、ノートはストーリーを伝えるプラットフォームですというようにお伝えをしています。よく言われることで、ツイッターは Look at this、 これを見てというようなことを伝える、インスタ、SNS で、インスタグラムは Look at me、 私を見てというようなところにか得意なプラットフォームだと思うんですけれども、ノートはですね、 Look at story、 ストーリーを伝えるのに適した場所だなと思っております。なので、日々の生活とか、なんか情報とかは Twitter とか Instagram で発信をしながら、この長いストーリーを伝えたいとか、思いを伝えたい、コンテキストを使いたい、伝えたいという時に、ノートを使っていただいている方が非常に多いなというふうに感じております。ちょっと数字に関してもお伝えしていきたいと思います。ノートなんですけれども、今、月間アクティブユーザー、月に1回でもノートを訪れたことがあるという人がですね、今年の3月に約4400万人を突破いたしました。また、ノートの ID を持っている会員さんですね、会員登録していただいている方は今210万人を超えております。棒グラフも表示しているんですけれども、本当、ここの1年半ぐらいで急に使っている方がすごく増えているなという印象です。本当にいろんな方にご活用いただきましてありがとうございます。では、続いてですね、ノートはどんなことを取り組みをしているのかという話に移りたいと思います。こちら、誰もが創作を始め続けられるようにする、これはですね、ノート、私たちのミッションになっております。結構、この創作ということを私たちはすごく大事にしているんですけれども、創作活動って、いわゆる作家の方が小説を書くとか、ミュージシャンが音楽を作るみたいなことが、割と創作として、イメージしやすい、分かりやすい例だと思うんですけれども、私たちは創作ってもっと幅広いものだと思っております。
例えば日々の料理ですね、自炊も創作だし、例えばなんか掃除機をかけるときにちょっと楽しく掃除機かけたいなっていうので鼻歌を歌うなんていうような工夫もですね、あの創作だと思ってます。なので創作、あの誰もが創作活動を日々していると思っておりますし、ノートという場所はそういったいろんな方がですね創作をしたりとか発信できるような場所にしていきたいなと思っています。またここのミッションのところで続けられるようにするというところも私たちがすごく大事にしているところでして、例えばノートで一本記事を書いてみるとか、何か一つ発信してみるっていうのって、一歩目は頑張れば意外とやりやすいと思うんですけれども、それを続けることって意外と難しいんですよね。あとは結構創作活動って孤独な自分との向き合い続ける作業だとも思っていて、そこをですね、楽しく創作をしていただけるような場所にしたいと思っているので、ノートではシステムだったりとか、我々ディレクターの取り組みによってクリエイターの皆さんが楽しく創作活動を続けられるような仕組みをですね作っております。この具体例をこれから紹介していきたいと思います。はい、主に4つですね、大きく分けて4つの取り組みをしています。順番にご紹介していきます。1つ目、創作のための環境を整えるという、考え方でですね、クリエイターにとって居心地がいい空間づくりというものをしています。ちなみにさっきお伝えしそびれてしまったんですが、私たちノートはノートを使って創作活動をしている方、発信をされている方を全員クリエイターと呼んでいます。このクリエイターは本当に実際にアーティスト的な活動をしている人たちだけではなくて、一般の方もそうですし、あとは企業、法人の方ですね、もクリエイターというふうに呼んでおります。でそうしたクリエイターの皆さんが居心地よく創作できるようにさまざまな工夫をしているんですけれども、大きなところで言うとノートってランキングがないんですね。一般的なブログサービスって PV による人気ランキング、人気記事ランキングとかが表示されると思うんですけれども、ノートはあえてそれを出していません。やっぱりランキングがあると著名人だったりとか、あとは SNS でちょっとバズってる、炎上してるというような目立つコンテンツについつい PV が集まってランキングが上がってしまうということがあるんですけれども、そういった目立つコンテンツにだけ皆さんが読者の出会いをですね集中させないようにという思いでランキングをやっておりません。またそのノートっていうのはいろんなジャンルのクリエイターの方がいらっしゃいますので、多様性を保つという意味でもランキングは置いておりません。またノートの特徴の一つとして広告がないというのもあります。やっぱり広告があるとどうしても PV を稼がなきゃいけないということで、 PV が集まりやすいような記事作り、コンテンツ作りになってしまうんですけれども、やはりそうしてしまうとやっぱり記事の多様性が失われてしまったりとか、ちょっと炎上を生むような仕組みが生まれてしまうと思うんですね。そういうところはノートとしては避けたいと思っているのと、あとは記事を読んでいるときに間に広告が挟まってくると読むのに集中できないということもあると思うので、記事内容に集中してもらうためにも広告は置いておりません。はい、続いてノートの取り組み2つ目、各テーマを提案するというところなんですけれども、創作活動を続けていくとですね、なんか書くことがなくなるとか、どんなことを伝えればいいのかなっていう、ちょっとそのネタがなくなることが起きると思うんですけれども、そうした時のために私たちはコンテストやお題という形でですね、読者のクリエイターの方に各テーマを提案しています。これは例えば編集者の人が作家さんに、次はこんなテーマで記事を書きませんか、本を書きませんかというような提案をするのと同じイメージで、その編集者の役割をこのノートというプラットフォームが担っているという形になります。例えば最近ではですね、おうち時間を工夫で楽しくとか、今私にできること、私の一押しといったような時代、今の時勢に合わせてですね、皆さんが書きやすいようなテーマだったりとかを提案して、お題企画を運営していたりします。続いてノートの取り組み3つ目、記事との出会いを増やすということで、素敵な記事を読者にお勧めするというところに私たちはすごく力を入れています。ノートはそのランキングがない代わりに、こういった形で記事と出会う仕組みを用意しようと思っています。
で、そのやり方としてですね、大きく分けて3つありまして、まずはノートの中にノートの編集部というチームがあります。この編集部のメンバーが日々たくさん上がってくるノートをですね、できる限り人力で読みまして、面白い、これは人に勧めたいと思ったものをおすすめというタブですね、ここのコーナーでご紹介をしています。ただもちろんそれだけだと紹介できる数に限りが あるので、その他のところでもですね、取り組みをしています。例えばクリエイターの記事を読んでいるときに、その記事の下にこのクリエイターの他の人気の記事はこちらですというような表示をしたり、あとは他のクリエイターさんの記事をですね、似たようなテーマだったりとかジャンルのカテゴリーの記事をこちらもおすすめですという形で紹介をしています。こちらは人力ではなくて機械学習 AI の仕組みを使ってですね、皆さんがたくさんの面白い記事と出会えるように日々努力をしております。またノートの中だけではなくて、ツイッターとかスマートニュースなどの外部サービスでもノートの記事をおすすめしたりしています。もうノートの中本当にたくさんいい記事が日々上がっているので、できる限り多くの人に届いてほしいなということで、ノートではこういった取り組みをしています。続いて取り組みの4つ目、クリエイターの出口を増やすということなんですけれども、やっぱりそのノートを書き続けていたら何かいいことがあった、夢が叶ったみたいな、そういったことを我々は増やしていきたいと思っております。その一環としてですね、クリエイター支援プログラムという取り組みをしています。現在60のメディアさん、主に出版社さんが中心なんですけれども、他にもアベマプライムさんだったりとか、東京 FM さんみたいなラジオ局だったりとかとパートナーシップを結びまして、そうしたパートナーにですね、定期的にノートの中でおすすめのクリエイターや面白い記事をご紹介しております。で、もしメディアパートナーさんがそのクリエイターに興味を持った場合は、書籍化とかメディアデビューをサポートするというような取り組みですね。で、実際にこの取り組みから書籍化された本が発売された事例もいくつかございまして、例えば新しい料理の教科書という料理レシピを発売された樋口直哉さんという料理家の方がいたり、おばさんデイズというエッセイ漫画ですね、が発売された豆さんというクリエイターもいます。本当にご紹介しているクリエイターのジャンルも、レシピから漫画からビジネスから多種多様なジャンルのクリエイターをご紹介しているので、いろんな多くのクリエイターさんにこうしたデビューだったり新たなきっかけを生み出せればなと思っております。またクリエイターの出口を増やす取り組みとして、イベントも私たちたくさん開催しております。現在はですね、このようなご時世なのでオンラインになっているんですけれども、いろんなノートを使っていただいているクリエイターさんとさまざまなジャンルのイベントをやっております。今回ご覧いただいているような勉強会とかノートの書き方みたいな講座のようなこともあれば、かつては、落語ですね、渋谷落語さんと組んでノートで寄席をやったり、あとはクリエイターの方の出版記念のトークイベントなどなど、いろんな取り組みをしております。で、本当に毎日のようにいろんなイベント開催しておりまして、その情報はノートイベント情報というノートのアカウントで日々情報を更新しておりますので、よければフォローください。この今表示されているノートのアイコン型の QR コードを読み取っていただきますとアカウントに飛びます。はい、ではここまでですね、ノートの取り組みについていろいろご紹介してきたんですけれども、今回本題はここからになるかなと思っております。じゃあ実際ノートを使ってどんなことができるの、どんな活用方法があるのということをですね、主に事例も交えてご紹介できればと思っております。で、こちらは今日ご紹介しようと思っているノートの機能だったりアイディアなんですけれども、大きく項目を分けて7個にもなってしまいました。本当ご紹介したい事例とか機能がいっぱいあって、これでも厳選したんですけれども、一つずつご紹介していければと思いますので、ぜひぜひご覧ください。では1つ目、これが一番ベーシックなことだなと思うんですけれども、ノートは記事を書くことができます。で、その記事ですね、テキストだったりとか、その中に写真を入れたりというような形で、テキストベースのものをこう作ることができるんですが、その記事は無料で誰でも読める形で全世界に公開することもできれば、価格を設定して販売することもできます。
その販売ってどういうことなっていうところなんですけれども、あの有料記事に関しては、記事の価格はクリエイターが自由に設定することができるようになっております。一番あの小さい金額だと100円からで、上限は通常会員の方だと1万円まで、でプレミアム会員テトノートプレミアムという、月500円の機能に入っていただきますと、その方はあの上限5万円までの間で自由に価格を設定して販売することができるようになっております。でその販売の仕方として、もう買わないと中身が一切見れませんという形で販売することもできるんですが、有料、ここから有料になりますよというラインを引くことができます。でそこのラインは好きな場所に設定することができるので、結構ここの使い方次第でいろいろな工夫ができるかなと思っています。例えば本当にいろんな人、多くの人に読んでもらいたいとか、多くの人に役立つような記事は無料で全部読めるようにして、ファン向けの日記だったりとか、ちょっとプライベートな内容だけこの有料ラインに置いてみたりとか、そういった使い方をされている方もいらっしゃいます。はい、続いてマガジンという機能をご紹介したいと思います。マガジンとはノートに上げる記事を複数束ねる、あの箱のようなものを作るイメージですねの機能なんですけれども、マガジンには大きく分けて3つの種類があります。1つ目が無料マガジン、このマガジン自体がその箱が無料になっているもので、有料マガジン、その箱を買うのにお金がかかるものですね。そして定期購読マガジン、こちらはですね、月額課金制のマガジンになります。それぞれについて詳しいご説明と事例を紹介していきます。1つ目、無料マガジンとは、無料マガジンはこちらはテーマや例えばカテゴリーごとに記事をまとめる、そういった箱を作ることができる機能になります。でそのマガジン箱の中には自分のアカウントで書いた記事だけではなくて、他のクリエイターの記事も入れられることができるというのが一つ特徴かなと思います。例えばこの活用の事例としては、例えば連載ですね、雑誌の連載のようなイメージで、このテーマごとにマガジンを作るみたいな使い方があります。最近ではこのおうちでしようなんていうマガジンの事例があるんですが、ちょっとこちらについて小島さんからご紹介いただけますか。はい、レストランのお塩さんはお店で出している料理のレシピを家庭用にアレンジしてノートで公開されています。マガジンではこのように一つのテーマの記事をまとめることができます。結構この塩さんのレシピすごい美味しくて、私もいくつか作ってみたんですけれども、あのプロの味を家庭で再現できるようなレシピで、今すごくノートでもあの人気のマガジンになっております。あとは他の事例としては、そのノートのですね、自分の記事だけではなくて他のクリエイターの記事も入れられるという機能を活用して、ファンの声とかイベントレポートをまとめるといったような使い方もありますね。こちらご紹介お願いできますか。はい、オンラインで演劇を発表している劇団ノーミーツさんなんですけれども、公演についての感想を一つにまとめています。このように他のクリエイターの投稿も一つの無料マガジンにまとめることができます。なんかこうした使い方をすると、なんかファンがこんなにいるんだとか、こんなに嬉しい感想が集まってるんだというのが可視化もできて、すごくいい使い方だなと思います。ノートの中って本当コンテンツが好きな人とかが、あの書くことが好きな人がたくさんいるので、こういった面白いコンテンツとかイベントがあると、その後にすごく感想が上がったりするんですよね。そういったものをまとめるのにこのマガジン機能をご活用いただくのはすごくいいなと思っております。続いて有料マガジンのご紹介です。有料マガジンとは複数の記事をまとめてマガジンという形で販売することができる機能です。でこちらは無料マガジンとは違って、追加できるマガジンの中に追加できるのは自分の書いた記事だけという形になるんですけれども、一度このマガジンですね、パッケージを買ったら、マガジンの中の記事はあのマガジン購入した人は全部追加料金なしで読むことができるというような機能になります。でこの活用事例としては、例えば本当雑誌とか書籍を作るようなイメージ でその書籍の中の1章ずつを記事として公開して、それをワンパッケージにまとめるというような使い方があるかなと思ってます。このクロワインさんという方がその
活用をされていますね。はい。ソムリエの黒ワインさんは接客についての記事をまとめて有料マガジンにされています。1記事ずつでも購入できますが、7本まとめてパック買いもできるようになっています。こうすることで1つのテーマの記事を書籍のようにまとめることができます。はい、ということで有料マガジン、そのパッケージ売りということもできるんですが、もう一つその有料販売の方法として定期購読マガジンという仕組みがあります。これはどういうものかと言いますと、月額課金制サブスクリプションですね。で、毎月一定数の記事をこの購読者に届けることができる機能になっています。で、その月額料金を払い続けている間は、購読者はその期間にこう配信された記事は全部読むことができるというような機能になります。で、こちらに関してはですね、誰でもすぐ始められるというわけではなくて、きちんと続けられる方に使っていただきたいということで、開設するにあたっては一度ノート運営事務局に申請いただいて、我々が審査するというような手順が発生するものです。この定期購読マガジンの活用例としてはですね、例えばファンクラブの開放誌みたいな使い方ができるかなと思ってまして、その日記とかエッセイとかをそのマガジンの中で日々発信していくというような使い方があります。はい。着物がかりの水野よしきさんは、ご自身のウェブサイト広場で公開している記事や直近の出来事などをすべて定期購読マガジンに投稿されています。これを見るとファンの方が水野さんの活動を後追いできるようになっています。このマガジンはその個人的な日記的なものもあれば、活動報告、出演しましたというような報告があったりとか、ファンの方にとっては知りたい情報ですね、公のものからプライベートなものまで何でも知れることができるマガジンになっていて、すごくいいファンのコミュニケーションだなと思っております。はい。で、もう一つですね、ノートの特徴的な機能としてサークルというものがあります。このサークルという機能、今年の2月に始まった新しい機能なんですけれども、月額会費制でコミュニティや同好会のようなものを始められる機能になっています。で、こちらはオーナーの方と課金をしたメンバー参加者の方だけが見られる掲示板というものが提供されて、そこでオーナーとファンの方が交流できるような形になります。これ実際にイメージを見ていただければと思うんですが、こちらはですね、ノート公式アカウントでやっている我々ノートチームが運営しているサークルなんですけれども、こういった形で掲示板ですねが提供されて、私たちオーナーが何かしらのテーマで投げかけたことに対してクリエイターの方、参加者の方がコメントをどんどんしていてコミュニケーションしていくというような機能になっております。で、このサークルに関してはですね、最大3つまで違うプランを作成することができます。金額だったりとか、その参加者の特典ですねを変えて3つまで設定することができます。じゃあこれどうやって使うのがいいのかなというところで活用事例のご紹介なんですが、まず1つはですね、ファン向けに限定情報とかメッセージを使えるファンクラブみたいなイメージでお使いいただくことがあるかなと思います。こちらが元 HKT48 の友永美桜さんのサークルですね。友永さんはサークルでファンの方へ向けて身近な日記や日々の写真を投稿し、ファンクラブのように運営されています。一方で全員に見えるノートでも YouTube での活動やイベントの活動報告をしたりしてサークルと使い分けしてされています。クローズドな場所ではファンに向けたメッセージを、で誰でも見れる無料の記事では多くの人に見てみたいものといったような使い分けがすごく友永さんはお上手だなと思います。またオンラインサロンとかオンラインスクール的な活用法もできるかなと思ってまして、自分のスキルだったりとか経験を伝える場所としてサークルをご活用いただいている事例もあります。はい、ドリブルデザイナーの岡部正和さんのサークルですね。岡部さんはサッカーをやっているお子さん向けに日本サッカーオンラインアカデミーというサークルを開催されています。
ページ版に Zoom の URL を貼り、サークル参加者だけのオンラインレッスンを行ったり、限定のトレーニング情報を公開したりされています。あとサークルにはですね、一つだけ記事ですね、ノートの普通の方の記事を固定できる機能もありまして、こういった形でこのサークルはどんな場所ですよ、どんなことができますよっていう記事を1本書いていただいて、サークルのところに固定表示するということで、多くの人にどんな活動がこの中で行われているのかなっていうのを伝えるのがすごくおすすめの使い方です。岡部さん、本当にこの使い方お上手で使いこなされているなという感じですね。結構もう本当サークルはまだまだ始まったばかりで、機能の面だったりとか使い方の面でもたくさんこれからアップデートされていく予定の機能なんですけれども、我々も日々いろんなサークルを見て、あ、こんな活用の仕方あるんだっていうのを勉強しながら、いろんな人にお伝えできればなと思っております。はい、で今までちょっと記事、マガジン、あとサークルという3つのものをご紹介してきたんですけれども、なんかどう使い分けできるのだったりとか、なんか自分にはどれが合ってるのかわからないっていうこともあると思うので、なんとなくその使い分けのイメージですねを表にしてみました。で、コミュニケーションの面で言うと、記事だったりとかマガジンというのは基本的にテキストベースの記事で発信することが主になるかなと思います。で、逆にサークルですね、サークルの方は記事というよりもその掲示板の中で交流をしていく場所、よりちょっとファンとのインタラクティブ性が高くいい形になるかなと思ってます。で、どんな創作活動をできる場所なのかというと、定期購読マガジンの場合は主に文章の配信場所として使われている方が多いんですが、サークルに関してはあらゆるジャンルの活動ができるかなと思っています。例えば掲示板は本当オンラインでのコミュニケーションだけにして、実際はリアルのイベント、ちょっと最近だと今イベントちょっと難しいところもあると思うんですけれども、なんか仲いい人たちとオンラインでズームしながら好きなお菓子について語り合うイベントをするみたいなことに使っていたりとか、本当にあらゆるジャンルのクリエイターの方にご活用いただける場所だなと思ってます。またですね、更新頻度に関しては定期購読マガジンの場合はですね、必ず月1回以上の更新をお願いしている機能になるんですけれども、サークルはその掲示板の中での活動以外にも様々な使い方の可能性があるということで、そのどれぐらいの頻度で掲示板にアップするかとか、そういったようなところは本当にクリエイターさんにお任せの自由な機能となっております。ぜひぜひご参考にしてみてください。はい、続いてですね、ノートには写真を投稿する機能もあるので、そのご紹介をしていきたいと思います。ノートの普通のテキストの記事ですね、の間とかに画像を挿入することもできますし、画像だけの記事を投稿するということもできます。でもこの画像だけの記事は漫画家さんとかがよく使われている機能になるんですけれども、でこうしたテキスト記事とかの画像だけの記事も有料販売することができます。活用の事例としてはいろいろ考えられるんですけれども、例えばエッセイとか日記は無料で公開して、ちょっとプライベートな写真とか、なんかこんなイラスト描いたよといったような画像だけ有料エリアに掲載して販売するというようなことも考えられますし、例えば漫画家の方であれば、途中までは無料で見せて、ちょっとここから面白くなってくるぞみたいなところから有料にして販売するといったような活用方法も考えられるかなと思います。続いて音声ですね。ノート、音声も投稿することができます。実はこれ、あんまり知られていない気がするんですが、音楽とかラジオっていったような音声のデータをノート上に投稿することができます。そしてこの音声もですね、有料で販売することもできます。最近アーティストの方がこの音声投稿機能を結構活用いただいているのでご紹介できればと思うんですけれども、例えばラジオ形式のトークの配信とか、あとは弾き語りみたいなものをこの音声を使って投稿することもできます。大月健二さんはのほラジという5分間のトークラジオを投稿されてます。ノートの iOS 版アプリではこのように撮った音声を直接投稿することもできるので、気軽に投稿していただけるかと思います。
投稿方法としては、ノートの iOS アプリを使いいただくか、まあ、ブラウザから音声ファイルをアップデートする、アップロードするかっていう2択ですね。2つのやり方があります。またミュージシャンの方の活用方法としては、まあ、デモ音源とか未発表の楽曲をアップする場所としてもお使いいただけるかなと思ってます。最近だと、ケイシタナカさんがお使いいただいてますね。はい。楽曲を有料で投稿されてますね。他にも定期購読マガジンで濃いファンの方に向けて音声ラジオも投稿されてます。音声投稿も大勢に届けたいか濃いファンの方に届けたいかでいろいろな使い分けができます。はい、この音声も投稿できるということで、結構そのテキストを書くのが苦手というような方にもこうしたことは気軽にお使いいただける機能になるかなと思っております。続いて動画の投稿についてのご説明です。ノートはですね、YouTube とか Vimeo などの外部の動画サイトにアップロードされた動画をノートの記事で掲載することができます。で、動画のみを投稿することもできれば、この記事を有料で販売することもできます。例えば、ミュージシャンの大江千里さんもこちらの機能をすごく活用いただいてますね。セトリ通信という記事をご紹介できればと思います。大江千里さんはライブのセットリストを YouTube の URL をこちらに埋め込む形で公開されています。なので実際ライブ行けなかった人もこの記事を見ながら順番に YouTube を再生していけば、なんとライブに行ったような気持ちになれるというような、でこの使い方はすごく面白いなと思います。あとは本当動画もですね、いろんな種類もちろん貼ることができるので、例えばお笑いライブの動画を貼ったりとか、あとはもちろん自分の作品以外にも例えば好きな動画だったり音楽のミュージックビデオとかを貼って紹介するみたいな使い方もできるかなと思います。続いてこちらですね、オンラインイベントの告知とか販売にもノートはご活用いただいていけるなと思っております。やっぱり最近このご時世でイベントがリアルで実施できなくなって、オンラインで開催している方がすごく増えていらっしゃると思うんですけれども、そんな時にノートの有料記事ですね、記事を有料で販売する機能を活用してオンラインイベントのチケットをノートで売るというようなイメージですね。そうした使い方ができるようになっております。入り方としては、こんなイベントがありますよというようなイベントの告知記事をノートに作成いただきまして、でその記事に価格を設定してもらい、有料エリア内にその配信にアクセスできる方法ですね、例えば Zoom の URL だったりとかを記載するという方法があります。スラッシュパイルさんという方がですね、すごくこちら活用いただいてますね。はい、スラッシュパイルさんはお笑いのオンライン配信をされています。ノートの有料記事の部分に Zoom の URL を貼ることで、お金を払った人だけがアクセスできるように設定されています。こんな形でですね、ぜひこんなのオンラインイベントとか企画されるときに、その告知媒体だったりとかチケットの販売の代わりとしてノートをご活用いただくということもぜひぜひご検討いただければと思っております。またですね、ノートでは日々こういった形でオンラインイベントを配信しておりまして、それによって結構その経験だったりとか知見が溜まってきているというところもあるので、そうしたそこをですね、ぜひクリエイターの支援に活用したいなということで、オンラインイベント応援制度というものをやっております。こうした Zoom だったりとかを活用して、オンラインのミーティングツールとか SNS を組み合わせて、どうやって中継すればいいのかなといったようなところの支援とか、あとはノートの公式アカウントを使ってそうした情報の拡散、告知の協力をしたり、あとは先ほどの事例のような、有料記事を販売して、どうやってのイベント開催すればいいかみたいなところの支援を行っております。事例としては渋谷落語さん、渋谷にてユーロスペースで毎月落語会を開催している渋谷落語さんの4月のですね、ライブと落語の配信をこちらの制度を使ってお手伝いさせていただきました。でこちら の制度に関しましてはですね、この記事に詳細がございますので、もしご興味がある方はですね、ぜひぜひご覧いただいて問い合わせいただければと思います。
ちらの QR コードですね、ぜひあのご興味ある方は読み取ってください。ここまでで大体一遍あのメインのところは終わりまして、この後はあのぜひ最初に使っていただきたい機能ですねのご紹介に移れればと思っております。時間的には予定していた1時間にちょうど収まりそうな予感のペースで来ております。はい、はい、ではノートをじゃあこれから始めてみよう、やってみようと思った方にですね、ぜひ最初にやってほしいことをですね厳選して4つまとめました。1つ目はマイページの入力、あとはソーシャル連携、好きなリアクション設定、あとは好きな記事をプロフィールに設定するという機能ですね。この4つについてやり方とか活用法をご紹介していきます。1つ目、マイページの入力なんですけれども、ここはいわゆるそのクリエイターさんのまさにホーム、顔となるようなページですね。あのクリエイターさんのこのページに行くと、まず最初にヘッダー画像という形で写真設定した画像が表示されたり、あとはその方のアイコンですね、あのクリエイターさんのプロフィール画像が設定できたり、あとはお名前と、あとは140字でプロフィール文、自己紹介文が設定できるようになっております。ここは本当にクリエイターさんの顔となるような場所なので、必ず最初に設定いただければなと思っています。でニックネームはあのもちろん分かりやすい形で設定いただければと思うんですけれども、やっぱ自己紹介文もですね、あの140字という制限はあるんですが、まあ、どんな活動をされている方なのかとか、ノートではこんなことを発信していきますというような概要が分かる場所だとすごくいいなと思っております。続いてソーシャル連携ですね、こちらもぜひ設定いただきたいと思います。こちらどういう機能かというと、ツイッターとフェイスブック、あの外部 SNS とノートのアカウントをリンクさせることができる機能になっております。このノートの自分のアイコンをクリックすると、アカウント設定という項目が選べるんですが、そこのソーシャル連携というところですね、オンオフすると、あのログインしているツイッターと ID と連携できるようになっておりまして、設定すると、先ほどあのぜひ書いてくださいねといったプロフィール文の下にですね、Twitter や Facebook のアイコンが表示されて、そこから自分の Twitter に飛ぶことができるという仕組みになっています。これ設定いただくと何がいいかといいますと、一つはこのアカウントがあのちゃんと本物だよということがわかるということですね。あの公式のちゃんと Twitter、ご本人のツイッターと連携してるから、このノートは偽物じゃないなということがもちろんわかるので、ファンの方の安心にもつながるということが一つ。またもう一つはですね、誰かがあのクリエイターの記事を読んで面白いと思ったときには、その記事のところのツイッターボタンを押すと、そのリンクがとかタイトルがツイッターですぐシェアできるような仕組みがあるんですけれども、この SNS 連携をしていると、ここにですね、その方のツイッターの ID がメンションの形で入ります。なのでこれがあると何がいいかというと、誰かがノートの記事を読んで感想をつぶやいてくれたときに、ツイッターの方でメンションで通知が飛ぶので、その方はすぐ反応できるんですね。ファンの方が読んでどんな感想を持ってくれたか、シェアしてくれたかというのがすごくわかりやすくて、またそこですぐにいいねを押したりとかリツイートしたりといったようなコミュニケーションが取りやすくなるので、ぜひぜひこの SNS 連携、ソーシャル連携は設定いただければと思っております。続いて好きのリアクション設定ですね。こちらノートはですね、いわゆるツイッターでいういいねのことを好きと呼んでるんですけれども、記事のところにこうしたハートマークがありまして、読んで面白かったなと思うとですね、ここをクリックすると吹き出しが設定できるようになるんですね。でこの吹き出しの中に読んでくれた人へのメッセージを自由に設定することができるようになっています。こんな感じでハートを押すとピョコンって吹き出しが出てくるんですけれども、ここには今テキストだけではなくて画像も最近設定できるようになりました。なので読んでくれた読者の方へのお礼のメッセージだったりとか、例えば自分が撮った写真とか、なんか好きなものの写真とかをここに設定することができるようになっています。ちなみにこの機能、私ノートの中でもかなり好きな機能なんですが、小島さんはこの機能使ってますか？はい、私も好きリアクション設定してまして、おみくじが出るようにしてます。
大とか中吉とか小吉とかで何記事かまとめて読んだ人にも楽しんでもらえそうな文言にしてますね。そうね、そう、あのこのリアクションって最大10個まで設定ができて、で複数2個以上設定している人はそのメッセージがランダムに表示できるようになるので、これ複数設定しているとなんか今日は何が出るかなっていうような月を押す楽しみも増えるのですごくいいなと思ってます。ここは本当クリエイターさんの個性が出る場所というか、 ありがとうございますといったようなシンプルなお礼を設定される方もいれば、いろいろ工夫を凝らしている方もいらっしゃいますよね。なんか最近面白いなと思ったリアクションありました？そうですね、気温の木崎さんがですね、はい、リアクションが素敵ザキとか感激ザキとかでちょっと笑ってしまいました。うん、こういうクリエイターさんの自分らしさがあるリアクションだと嬉しいですよね。そうですね、なんか本当にここは読んでくれた読者とのコミュニケーション、最初のコミュニケーションの場所にもなりますし、個性を出すちょっとプロフィール的な場所にもなるかなと思っているので、ぜひご活用いただければと思います。でこちらのスキーだけではなくてですね、あのノートのフォロー機能、フォローボタンを押した時にも同じような形でリアクションを設定することができるので、合わせてぜひぜひ忘れずに設定してみてください。続いて4つ目ですね、好きな記事をプロフィールとして固定するという機能があります。ノートマイページを開いていただきますと、ここにいくつかタブが表示されます。でデフォルトの設定だと、ホーム、あとサークルをやってる人はサークル、マガジン、好き、この4つが通常のメニューなんですけれども、ここにですねプロフィールとして記事を固定表示する機能があります。これはですね、例えば自分の自己紹介、どんな人なのかとか、どんな活動をやってきたのかというようなことをですね、プロフィールとして1本記事書いていただきましたと。で記事を一旦公開した後にですね、ノートの記事のところにあるこの点々点、3点リーダーのボタンを押すと、プロフィールとして表示というボタンがあります。それを押すと、こういった形でマイページのところにプロフィールとしてメニューを固定することができます。結構ノートずっといろいろ書き続けてきた人とかたくさんいらっしゃったときに、初めてこのノートですね、クリエイターさんのページを訪れた人が、あんまりそのクリエイターさんのことをよくわからないな、どんな人なんだろうと思ったときに、たくさん記事があると何読んでいいかわからなかったりするんですよね。そういったときにこのプロフィールの記事が固定されていると、ちょっとまずここを見てみて、この書いているクリエイターさんがどんな人なのか、このノートではどんなことを発信しているのかっていうのがすぐにわかりやすくなるので、これを教えていただくのは本当におすすめです。以上ですね。主に4つやっていただきたいことをご紹介してきました。本当にノート使っていただきたい機能、他にもたくさんあるんですけれども、ちょっと今日は厳選して、まず始めたときに使っていただきたい機能としてですね、マイページの入力とソーシャル連携、あとは好きのリアクション設定、好きな記事のプロフィールに設定というこの4つをご紹介しました。ぜひノートを始めたときにはこちら忘れずにやっていただけると嬉しいです。はい、ではこの後は質問タイムに移れればなと思います。今 Twitter とか Zoom でも質問いただいている方もいるかもしれないんですが、一旦ですね、まず事前にお寄せいただいた質問とよくある質問についてお答えできればと思います。こちらですね、1つ目、有料コンテンツの値段はいくらおすすめですか。結構この価格設定については聞かれることが多いですよね。でその時にですね、我々お答えするのが、基本的におすすめの価格帯とか、なんかこの値段なら売れやすいですよみたいなのは、特にありませんということなんですね。でやっぱりそのご自身、クリエイターご自身と購入者の方が納得できる価格感、価格設定を考えてつけていただくのが一番いいかなと思っております。でその値段をですね、別のものに置き換えて表現すると、クリエイターの方の、購入者の方が納得感を持って購入しやすくなるので、こういった表現の工夫はおすすめしてます。例えば CD1 枚分の値段で音楽に関する音声配信が10本聞けますよみたいなことだったりとか、なんか生ビール1杯分ぐらいの幸せは提供しますみたいな
感じですね。あとはここでそのクリエイターさんの活動に絡めてとか好きなものに絡めてこういった別のものを表現してみるとすごくなんかそのらしさも現れていいかなと思ってます。続いての質問ですね。更新頻度はどれくらいが目安ですかということで、やっぱりそのノートなんか週1回がいいのかなとか、なんか本当毎日更新しなきゃいけないんじゃないかなということで、よくこの質問聞かれるんですけれども、まずはこちらの無理せず続けられるペースを設定しましょうと伝えてます。やっぱりそのノート継続して発信していただくことが、あのファンとのコミュニケーションというところを考えてもすごく大事になってくるので、なんか最初に無理しすぎて毎日更新したけど途中で疲れて突然月1回しか更新できなくなっちゃったとか言うと、なんか読んでいた読者の方もあれどうしたんだろうって不安になってしまったりするので、コンスタントに無理せず続けられるペースを保っていただくのがいいかなと思ってます。またですね、だいたい週1ぐらいで更新できるかなとか月2回にしようかなっていうのが決まったらですね、これくらいのペースで更新しますということを宣言してみると読者との信頼関係の構築にもつながるかなと思うので、無理しない範囲で、無理のない範囲で宣言いただけるととてもいいかなと思ってます。でも一番大事なのは継続するというところなので、そこ無理しないペースをご自身でですね考えていただければと思います。はい、続いてこれもよくある質問なんですが、自分のノートをより多くの人に見てもらうにはどうしたらいいですかということで、やっぱりノートを書いたからにはいろんな人に読んでもらいたい、届けたいと思うので、この質問をよく聞かれるんですけれども、まずはですね、やっていただきたいことは SNS でシェアをするということですね。ノートで記事を書いたら、Twitter とか Facebook とかご自身がやっている別の SNS でこんな記事書きましたよということをお知らせいただくということがまず第一。またですね、そのシェアされた記事を SNS のタイムラインとかで誰かが見たときに目に留まりやすいように、例えば見出し画像を入れたりとか、あとは内容どんなことが書かれているのか分かりやすいタイトルをつけるということをすると、そのタイムラインから別の人が見てくれるということにもつながるので、こうしたことはぜひ工夫していただければと思っています。またですね、もう一つぜひやっていただきたいこととしては、ノートが開催しているお題とかコンテストに参加してみるというのもおすすめです。ノートって本当にいろんなお題で日々テーマ提案しているんですけれども、例えば自己紹介とかいろんなお題をやっているんですね。そこにですね、本当に見ていただくといろんな方がこのお題企画に参加していただいていることが分かるかなと思うんですけれども、例えば、自己紹介という感じの記事であればもう4万件とか投稿があったりするんですが、こうした時に自分がですね、このハッシュタグで記事を書いた時には、なんか他のクリエイターさんがどんな記事書いてるかなって気になって、このハッシュタグで見てみる人とかも結構いらっしゃるんですね。なので、こうしたノートの公式企画に参加いただけたりすると、他の人の目に触れる機会っていうのは増えるかなと思っております。で、続いて、こちらはですね、事前にいただいた質問ですね。ノートってどんなユーザーさんが多いんですかという質問です。で、こちらに関してはですね、こんな人が多いですっていうことをお伝えしてないというか、お伝えできないと言いますか、本当に今多くの人にお使いいただいていて、年齢層もとても幅広いですし、その方の興味関心もすごくバラバラなんですね。本当にたくさんの方がいらっしゃるプラットフォームになっております。で、例えばクリエイターさんのファン層によって、このクリエイターさんは30代の女性の方がよく読んでるよねとか、このクリエイターさんは20代の男性が多いねっていうような差はもちろんあるんですけれども、ノート全体としては本当に幅広い方にお使いいただいていることになっております。で、そういった中でですね、ノートを使い始めようと思った時には、まずクリエイターさんご自身がどんな人なのかだったりとか、ノートを使ってどんな人とつながりたいのか、
こういう人に読んでもらいたいみたいなことをですね、宣言して、まあ、ノートで記事を書いて、まあ、ノートという街に旗を立てるということが大事かなと思っております。やっぱり、まあ、自分が書いたノート、ノートに使っている人全員に読んでほしいと思っても、それはなかなか難しいので、自分がまず届けたい人、つながりたい人というものをきちんと考えて、それを公表する、旗を立てるというふうに言い方をするんですけれども、宣言するのが一番大事かなと思っております。はい、続いてフォロワー数を増やすにはどうしたらいいのということですね。これもすごくよく聞かれる質問です。で、これに関してはですね、本当にこうしたらフォロワー数増えますよというような特効薬のような、やり方というか仕組みはないんですけれども、一つお伝えしているのはですね、一発の記事、一本の記事でなんかバズってフォロワー数増やそうみたいなことを狙うのではなくて、コツコツ続けるということが大事だなと思っております。やっぱりコツコツノートを書き続けると、どん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 ファンも増えていって、フォロワーも増えていくという形で、同心円状に人が増えていく形になるかなと思っているので、一発当ててやろうではなくて、続けるということを意識いただければと思います。またですね、数字ばかりにとらわれないでということもお伝えしているんですけれども、SNS でどんな人が書いてくれた感想ですね、ファンの方が書いてくれた感想とか、読者の声に耳を傾けるようにしてみてください。結構数字よりもそういった感想の方が大事なことが分かったりとかするのでということですね。はい、以上、事前にいただいた質問は以上となるんですけれども、今ツイッターとかからご質問いただいていますかね。はい、ツイッターで音声投稿についての質問を一ついただいてますね。アプリからだと5分間しか録音できませんが、それ以外では他で録音してからアップロードするしかないのでしょうか、という質問です。そうですね、今 iPhone のアプリ、 iOS のアプリから投稿になると、時間制限が音声の場合はあるので、それ以外の音声アップロードしたい場合はですね、それ以外の形で録音してからブラウザでアップロードするという形を取っていただければと思っております。はい、質問は以上かな。そうですかね。では他になさそうであれば、こんなところで大体の、本日の流れは終了とさせていただければと思います。はい、ではちょっとここからまとめに入れればと思うんですけれども、今日いろんな事例をご紹介して、まあ、こんな使い方おすすめですよっていうこととか、機能のご紹介もたくさんしてきたんですけれども、私たちはですね、何よりも創作を楽しむこと、楽しんで創作するということと発表し続けること、この2つがすごく大事だなと思っております。先ほどフォロワーのところとかでも、なんか1回で人気者になるとか、なんかそういったことをはあんまりお勧めしないですよとお話はしたんですけれども、創作活動ですね、まあ、本当に自分がやりやすいペース、楽しめるペースでコツコツ続けるということをですね、意識いただければと思っております。冒頭にノートはなんか創作っていうことをすごく広く捉えていて、いわゆるその小説を書くとか音楽を作るとか以外にも、本当に日常のさまざまな工夫とか、まあ、料理をするとか、そういったことも創作ですよというような話をしたんですが、こうしたちっちゃな創作活動が皆さんなんか楽しんでやっていただける、でそれを発表してなんか創作でつながるようなプラットフォームにノートはなっていければいいなと思っていますので、ぜひそういったような形でですね、ノートを使い始めていただければと思います。はい、でぜひノートの街ですね、クリエイターの街に一緒に入っていただいて、創作の輪をみんなで広げていきましょうということで、本当にいろんな方にお使いいただけるプラットフォームで、いろんな方が楽しんで創作している街になりますので、ぜひぜひご入居くださいっていう感じですね。はい、我々も皆さん使っていただいた方には、楽しんで使っていただけるような工夫だったりとかサポートは引き続きしていければと思っております。はい、では約1時間と長い間になりましたが、ノート勉強会ご清聴いただきましてありがとうございました。